はいこんにちは今日は前回作成したアニメ GIF を使った作品紹介です昨日清水の舞台から飛び降りましたあ、あ例えですよえっ、ー、とイチボという部位の牛肉を食べたんです皆さん知ってますイチボ私は知りませんでした牛さんのお尻のお肉の一部だそうです ということで、食べちゃいました。で、さっぱり大根おろしで食べました。美味しかったです。超幸せです。また食べたいです。おっと、<laughs> 美味しい話は置いておきまして。さて、今、ブロが起動しています。下の新しい動画でタップします。今回は、イチごのお肉を食べる時の大根おろし頑張りましたので、そちらの 動画を使っていこうと思ってます。選べましたので、右下の、ね、赤い丸の矢印をタップしていただきます。はい。動画比率見てみましょう。ね。え前回ね、ね、キャラクターを作りましたので、もしかしたら1対1が選ばれている場合もありますが、今日は、ね、YouTube に載せる動画ですので、16対9です。もし違っていたら、16対9を選び直してください。では、このまま、プロジェクト作成です。 はい動画が読み込まれましたでは赤い縦の線が先頭にあることを確認していただきますこの状態で画面下の「PIP」でタップです、はい、では左側の「GIF です、はい、え前回作ったのはこの一番左にあるところですねタップします ではですねえ、このまま周りの緑が気になりますね。なので、画面下の黒巻き合成です。はい、なんか、なんかね、真ん中に十字、そして周りにリングのような感じのものが出てます。選択されたファイルの中心に十字のポインターがあります。この位置を透過したい部分に移動します。では、指を置いて動かして、はい、えー、まだ指離していません。 どうう。でしょう十字のポインターの周りのリングに透過する色が反映されていることを確認しまして指離します。はい、そうすると緑の部分が透過されますでは下の項目ちょっと調整します。ね髪の毛の周り少し緑が残ってるからねちょっと大きくしてみましょうかよく見えます。はい、ではまずね、えー、この辺からかな。 こんな感じでどうかなね、えー、一応様子を見ながら、えー、数値変更しててください今日はこんな感じでよろしいかと思いますでは下の完了でタップですはいではですね、えー、このままちょっと再生してみましょうちょっと大きいんですけれどもねなんかちょっと口のパクパクしているのが遅いかなね でではですねちょっと速度直していこうと思っています。もう少し早く口がパクパク動くようにしようと思っています。ではえキャラクターが選ばれていることを確認し画面の下の倍速です。では画面の下の倍速でタップしました。今は1.0になってます。じゃあ画面下の 2× って書いてあるところ2って書いてあるところでタップ。 どうですかこんな感じまだ遅いかなじゃあ4ですはいじゃあ8はどうかなあ,あ滑らかな感じでいいんじゃないかなじゃあ今回は8倍速ですねはいではですね、えー、これでいいと思いますので、えー、下の完了ですはいではですね、えー、ここ最後まででタップです はい。えー、長さがね、動画と同じ長さになりました。じゃあ、サイズ変更しましょう。このキャラクター大きいからね。これぐらいかな。右下に配置しようかな。そから完了で OK です。はい。ちょっと再生してみましょうか。こんな感じです。ね。止めちゃいます。ね。はい。ではですね、まあ、こんな感じ。今回は8倍のね、速さにしてみました。 やっぱりお口がパクパクしていますから、声録音したいですよね。ということで赤い縦の線を先頭に戻しまして、下のオーディオです。音声の録音でいきましょう。はい。喋、えー、る言葉何にしようか考えていただきます。今回の動画34秒ありますから、そうですね、30秒ぐらい喋れたらいいなと思ってます。 ではですね、下の赤いボタンをタップして、えー、音声を録音しようと思っています。では、えー、いきます。ドキドキ。今日は、いちボというお肉を大根おろして食べます。牛さんのお尻のお肉だそうです。で、我が家には電動の鬼おろし器がありますので、それを使います。大根は1センチ角ぐらいに切り、今、投入してます。 ポロポロ、ポロポロって入れてね。はい。ね。えー、ポロポロ、ポロポロって。ね。では、スイッチオン。よびっくりしましたいや結構遠近ですよ。びっくりです。は、終わり。終了です。はい。えー、こんな感じです。ね。あ、ちょっと今、ドキドキしました。見てて。はい。ということでね、えー、ここのところで、えー、停止ボタンを押していただきまして、 どんな感じに録音できてるか聞くためには画面の下のキックでしたね。ちょっと聞いてみますか。今日はイチボというお肉を大根おろして食べます。牛さんのお尻のお肉だそうです。で、我が家には電動の鬼おろし器がありますので、それを使います、はい。じゃあ停止ボタンを押して、まあ悪くはないかと思うので、このまま行こうと思ってます。<laughs> はい、えー。音量の大きさもこのままで良いかと思いますので、右下のチェックですね。 タップしていただきます。はい、でも音声が若干ちょっと短いんですよね。まあ、あのー、30秒ぐらいに収まるようにと思いましたので、画面の下の完了でタップです。はい、えー、ここね下のとこですね。音声ファイルが入ってます。でもこれね。終わったところも口パクパクしてるんですよね。キャラクターの口喋り終わったらね、えー、そこで止めたいと思ってます。 では、音声の終了しているところに今赤いね、縦の線合わせましたので、ここでキャラクターの方を今度タップします。はい。ではですね、今キャラクターにハンドルがついておりますので、下のフリーズでタップです。ポン。はい。そうしますとね、ここに2秒のね、えー、停止した画像として挿入されます。でも見てください。2秒の後にやはり、えー、何秒ぐらいかな。 数秒ですね。お口がパクパクしている動画が入っています。ね、なのでえ、こちらの方をですね、えー、ちょっとね、えー、最後まででタップです。そうすることによってお口が止まった形になってます。はい、それからですね、えー、ここね、ね自負のラインにありますので、これは口が動いてるものになりますので、選んでいただいて削除で、ね、削除していただければ OK です。 ではですね、先頭に戻ってちょっと見てみましょう。再生します。はい、ではですね、おろし器のスイッチを入れてとても大きな音がしたので、びっくりしているところ、せっかくですので、ステッカー入れてみようと思っています。じゃあどの辺かな、びっくりしているのは。この辺かな。っティッチオンお、びっくりしましたいや ここだね。この辺だね。びっくりしてます。って言ってるからね。はい。ではですね。えー、赤い縦線の位置を合わせました。では、画面のグラフィック。左側しのステッカーです。感情のところでいこうかな。ね。えー、ここのところの、これ選んでいきます。ポン。はい、入りました。ね。ではですね。えー、こちらの方、とりあえずびっくりしてるんで、ね、キャラクターの方に持っていきます。 えー、このまま右下のッテのチェック、えー、そして再生してどこまでこれねステッカー表示されてればいいか確認しましょう。いや結構遠近ですよびっくりです。この辺でいいんじゃないかな。では今一時停止で止めましたので画面の下ここまでというボタンでタップです。はい完了しましょう。ね。はい。ではですね、えー、せっかくですのでね、えー、一部の お話いっぱい出てますんでえ先頭に赤い線を移動しまして戻しましてここにイチボのお肉を入れていきますでは画面の下 PIP です画面の左横画像ですイチボのお肉ここにありますはいえ少し大きいので上下のところ少しトリミングしましょうねえー、ここを使ってここを使ってねここを使って はいではお肉の画像の真ん中、えー、持っていきますサイズはどうしようかなこれぐらいでいいかな、ね、こっちの方にしようかな、はいえー、こんな感じでどうでしょうねはいではですね、えー、この画像がどこまで表示されてたらいいかなちょっと再生して確認してみます今日はいちごというお肉を大根おろして食べます 牛さんのお尻のおお尻肉だそうですです我が家にはこの辺ぐらいでいいかな。はい、ではですね、えー、今一位停止しましたので、ここでここまでのボタンでタップです。はい、ではですね、えー、完了しましょう。では、赤い縦の線また先頭に戻していただいて、テキストのラベルです、はい。ではですね、音声バブルでよろしいかと思いますので、音声バブルです。 ねえー、左角上にはこれ選びましょう、はい。ではダブルタップすると書いてあるんでダブルタップです。はい、ではですねここに「いちぼ」と入れましょう。ね。いちぼです。はいではいちぼの文字が入りましたので右横の列点のチェックです。ではサイズと位置を整えましょう。ね。いちぼこんな感じでどうはい。では再生してね。 イチボのお肉と同じところまでね、えー、表示されてるというかじ、ね。今日はイチボというお肉を大根おろして食べます。牛さんのお尻のお肉だそうです。はい、で,では。では、ここですね。止めまして、今一時停止で。ここでここまでのボタンをタップです。これで完了です。はい。えー、こんな感じでどうかしら。じゃ、ちょっとね、もう一回確認しましょう。では、先頭に戻し再生します。はい、では完成です。 では保存していきましょう。右角上の抽出するです。前回自負を作りましたので、自負が選ばれてます。動画でタップです。ではこのまま抽出するでタップですね。えー、この間待ちますね一応完成しましたらですね、この動画の最後に完成をえご覧いただけるようにしておきますね。この間は待ちましょう。ねまたお肉食べたいです。ね。 牛肉が一番好きです、私。皆さんはどこのお肉好き豚肉鶏肉はい、保存ができました。ね。はい、ということで、右角上のお家のマークタップして、えー、最初の画面に戻りましょう。はい、えー、今日はですね、えー、大根おろしの動画を作りました。ね、肉について熱く語りましたけれども、皆さん、ね、えー、何のお肉が好きかな はい。ということで、この後は完成品を見ていきます。今日もありがとうございました。また次回も楽しい作品作り、皆さんにご紹介したいと思っております。ではまたお会いしましょう。ではまたね。バイバーイ。今日はいちぼというお肉を大根おろして食べます。牛さんのお尻のお肉だそうです。 で、我が家には電動の鬼お,おろし器がありますので、それを使います。大根は1センチ角ぐらいに切り、今投入してます。ポロポロ、ポロポロって入れてね。はい。ね、えー、ポロポロ、ポロポロって。ね。では、スイッチオン。よ、びっくりしました。よ、結構遠近ですよ。びっくりです。